ボリスは日本のロックバンド。一つのジャンルに収まらない音楽性が特徴で、ストーナーロック、サイケデリック、ノイズロック、アンビエント、ポップなど幅広い作品を展開しているスリーピースである。日本にとどまらず世界のヘビミュージックシーンでも注目を集めている。バンド名はメルビンズのアルバムブルヘッドの収録曲、ボリスに由来する。1992年。 タケし、ワタ、アツオ、ナ田というメンバー編成で活動を開始したが、1996年、ナ田の脱退を受け、アツオがドラムに転向。タケし、ワタ、アツオという編成が完成する。同年に、自主制作で1ショートトンシングル、アブセルーゴを発表しデビュー。活動開始当初より、ワールドワイドなスタンスを志しており、1996年から、 海外ツアーをはじめ、2003年以降はほぼ毎年行っている。1992年より活動開始。1994年までに3本のデモテープを制作し、同年コンピレーション版、Take Care of s ード a ィッシ d Fish に、ウォーターポーチで参加、初のスタジオ音源正式リリースとなる。1996年初頭に、ドラムの永田が脱退した後、 自主制作で1ショートトンシングル、アブセルーゴをリリース。この作品はシングルでありながら1曲60分という、長尺曲である、イナキシーアレコーズの発足後初リリース作品となる、オムニバス、フロム・コエンジ・ツー・エターニティに、バキュームを提供。当時、ハイの刑事のマネージメントをしていたイナキシーアの、オーナーがこれを機に、ボリスのマネージメントを担当、イナキシーアからも、 数多くの作品をリリースすることとなる。1997年、トムスクマイナス7とのスプリット7インチをリリース、海外初リリースとなる。1998年9月に、ハイの刑事とのコラボレーション作品、ブラックイムプリケーションフラッディングをイナキシアレコーズからリリース。11月にファーストアルバムとなる、アンプリファイアーワーシップをマングローブからリリース。 自主企画イベント、ファングズ・アナル・サタンは1995年から1998年までに23回を数え、ギターウルフ、マットさん、ベア・ボーンズ、キリヒト、アブ・ノー・ムルズ、グリーン・マシン、コラプテッド、メルツ・バウ、ディ・ファイルド、ボール・ザック、ザ・ゲンバ・コーナ・ニーズなどスタイルにとらわれない、様々なアーティストたちと共演した。また96年からすでにアメリカ西海岸で、 カープ、スローンズらとツアーを行っており、このツアーで、後ほどリリースしてくれたレーベルの人に会ったのが、大きかったと2020年のインターフムでのインタビューで、重要な転機となったことを述べている。一方で、メルビンズ、フーマンチュ、ライトニングボルト、スピードディラーなど数多くの海外バンドの来日公演でサポートも務めた。特に1999年4月17日の、 メルヴィンズとの初共演については、人生の新たなスタートだったと述べている。2000年12月、ミディクリエイティブより1曲70分の、ヘビーアンビエントスタイルのアルバム、フラットをリリース。放日する大文字、ボレスと、小文字、ボリスの名義を使い分けるきっかけとなる作品。アルバムに印刷されているイギリスのハードロックバンド、バジー風のバンドロゴは大文字のボレス表記であるが、その他は、 小文字、ボリス表記になっており、2004年のファン人のインタビューで、ヘルベチカの小文字が綺麗で、使いたかっただけ、たまたま、フラット出して、後から気がついたら、小文字になっているっていうと、それぞれ述べている。2001年、3号のグレッグ・アンダーソンが主催する、サザンロードより、アブセルーゴ、スペシャルローフリークエンシーバージョンマイナスをリリース。ファーストシングル、アブセルーゴのリマスターに加え、 ドローナビル2が収録された。2002年4月26日メルツバウとの初の合作メガトネをボリス・ウィズ・メルツバウ名義でリリース。また同日に代表作の一つであるヘビーロックスを初の大文字ボレス名義でリリース。前日のフラットとタイになるキャッチーなヘビーロックスタイルのアルバムとなった。12月15日にバンド初となるワンマンライブが 下北沢シェルターにて行われた。2003年3月にサザンロードよりアンプリファイアーワーシップをリーシュー。4月に初のイギリスアイルランドツアーを観光。初日の4月3日にはロンドンアンダーワールドにてサンゴー、スローンズ、ラッセル・ハズウェルと共演する。6月9日にはボレス名義で悪魔の歌をダイワ・フランクス・レコーズよりリリース。11月1日の ザトリプレオンさんを最後に約1年ライブ活動を休止する。12月25日にボリス名義で1曲44分のフィードバッカーボリスアットラストマイナスをリリース。2004年10月16日にニューヨークで行われたバイスマガジン10周記念イベントでフィードバッカーを演奏しデスフロムアバーブ1979らと共演。2005年4月に悪魔の歌が サザンロードからリリース。11月にダイワ・フランクス・レコーズよりピンクがボレス名義で日本先行リリース。2006年になりピンクがサザンロードからリリースされると全世界で5万枚を超えるセールスを記録。ピッチフォークメディアによるトップ50アルバムスオブ2006で9位に選ばれるなど音楽メディアからも高評価を得て海外での評価を確固たるものにした。 12月には、ゴーストの栗原道夫とのコラボレーションとして、レインボーを、ボリス・ウィズ・道奥栗原名義でリリース。2007年、2月にドローンメタルの重鎮、サンゴとの共作、オルターを発表。10月に行われた、ボリス・ウィズ・道奥栗原レインボー、US ツアーを機にサポートギタリストとして、栗原道夫を迎える。2008年にリリースされた、スマイルは、 ビルボードのトップヒートシーカーズチャートで20位を記録、またシングル、ステートメント、フロアシェイカーは、ビルボードのシングルチャートで23位を記録した。さらに9インチネイルズの全米アリーナツアーをサポートしたほか、ライブハウスから大規模なフェスまで、21カ国で100本のライブを観光した。2009年、9月にオールトゥモローズパーティーズに出演。10月には、 ロックフェス、アサギリジャムにも出演した。また、ジムジャーム氏監督のリミッツ・オブ・コントロールへの楽曲提供、アパレルブランド、ヘルムット・ラングとのコラボレーションなど多様な活動を行った。2010年には、中島哲也監督、松高子主演映画、告白に鍵下ろし新曲を含む楽曲6曲をメインアーティストとして提供。5月は AT、ATP、ビビット。 ライブと日本のフェスに招聘され、前後にイギリス、オーストラリアでの単独公演を観光。7月からは5週間に及ぶ US ヘッドラインツアー、9月の ATPNY では参謀とオルタを完全再現した。2011年3月16日にはメジャーの ABEX から成田忍によるプロデュースで和のボーカルを前編にハイ信ポップにシフトしたアルバム。 ニューアルバムを発表。さらに5月25日にはニューアルバムの原型とも言えるアテンションプリーズ及びヘビーロックスの2枚のアルバムをリリースした。相次いで新作を発表する一方で同年前半はヨーロッパツアー、後半はヘッドライナーとして全米ツアーを展開した。2012年5月から6月にかけてアメリカと日本において 全く異なるセットリストを同会場で2日間、公演するレジデンシーショーが行われた。また11月のレコードストアデーにおいて遊び、セックスーとのスプリット7インチをリリース。11月、リーブゼムオールビハインド2012に出演。2013年、コンピレーションアルバム2枚に参加し、マイ・ブラディ・バランタンのサム・タイムズ・デッド・エンドの名号をカバー。 また2007年からサポートとして参加していた栗原道夫が家庭の事情で離脱し、工日の新アルバムも4人体制で制作されていたものが急遽3人体制に変更を余儀なくされた。2014年6月、ボレス名義のノイズが海外はサージェントハウスから日本ではエーベックスグループのティアブリッジレコーズからリリースされた。同月にはドンブネ、 ボイラールームにてメルツバウとのドラムレスライブ配信が行われた。7月から8月にかけて US カナダツアーを観光。9月に外戦国内ツアーも行った。2015年4月にニルバーナのトリビュートコンピレーションアルバムに参加しリチウムをカバー。9月にはリーブゼムオールビハインド2015に出演。11月にはボリスウィズ・メルツバウ名義でコラボレーションライブ。 現象、現象、マイナスを観光し、同ライブは2016年にアルバム作品としてリリースされた。2016年はピンクのリリースから10周年を記念し1月に新宿ロフトでピンク収録の曲のみでライブが行われ、これを皮切りに2016年7月に未収録曲を収めた2枚組のピンクデラックスエディションマイナスをリリース。から月には 全米ツアー、9月には東名阪ツアー、12月にはヨーロッパツアーとピンク完全再現、ワールドツアーを行った。2017年4月9日、モノ、エンビー、ダウニーが中心となって開催したアーティスト発信の音楽フェスティバル、アフターアワーズに出演。7月にボレス名義でディアーをリリース。八月からは UK ヨーロッパツアー、十月十一月は、 北米ツアーを行い、12月末に日本ツアーを行った。また、2017年秋でバンドは結成25周年を迎えた。11月には2016年にジャック・ホワイトが主催するレーベルサードマンレコーズでアースと行われたライブを収めたライブ AT サードマンレコーズが同レーベルから初めてリリースされた。 2018年1月には初来日となるスリープをヘッドライナーに迎えたリーブゼムオールビハインド2018に参加。本年は昨週に結成25周年を迎え、それに伴った大規模なアニバーサリーワールドツアーが行われた。7月のラスケラフェスティバル2018に出演した後、8月の US ツアーではメルビンズとツーマンライブも観光。 ボリスマ -25 スアニバーサリーツアーフィナールマイナスとして日本で9月22日にワンマンが行われたツアー中の8月にはハローフロムザーガターから25周年記念版として12インチバイナルファナマナンズドライブをリリースした12月29日にボリスウィズ道送り原名義でワンマンライブ不透明度を行いボリスウィズ 道送り原としてボリスとは別の単体バンドとして活動していくことも発表された。2019年5月末にはペダルメーカー主導でアースコーエイカーデバイセズツアー2019を観光。このツアーでワタの出生地でもある広島で初めてのライブも行われた。6月にはトラッシュ、アップ、レコーズから新シングル、ティアーズ EP をリリース。10月に海外からは サードマンレコーズ、日本国内では、トラッシュ、アップ、レコーズから2枚組アルバム、L5VE&EV5L がリリース。8月から9月末にかけて、北米ツアーが行われ、11月から12月後半まで、UK ヨーロッパツアーも行われた。ネットショップ、2度マイナス内で、ボリスの初のファンクラブ、ヘビーロックパーティーが、開設、登録者限定のリリースや商品、 コンテンツが用意されており、12月19日に最初のファンクラブ限定リリースとして未発表アルバム1985が800枚限定でリリースされた。2020年2月にエリフ、e、ァイ、e、V&EV5L Japan t o u 2020を観光。メルツバウトのオーストラリア公演を行った直後、新型コロナウイルス流行の影響でその後の 活動の変更を余儀なくされた。バンドは3月24日からレコーディングを始め、7月3日にアルバム、ノ、no、ーをリリース、バンド史上最速でのリリースとなった。またフルアルバムとしては、初めてのデジタルフォーマットでのリリースとなり、配信先はバンドキャンプのみでの限定リリースであった。 6月25日にプレオーダーが始まりリリースまでの事前予約だけでレコーディング費が回収できたほどの売り上げでバンドキャンプのメタルカテゴリーでのマンスリーベストにも選出ザベストアルバムスオブサマー2022も選ばれた作風はスピードナンバーが多く含まれたノイズコアアルバムとなっておりグドンのファンダメンタルエラーのカバーも収録されている8月には ボリスの名前の由来となったメルビンズの曲、ボリスのカバー12インチがリリースされ、ファンクラブ限定カラー版100枚は発売開始1分程度で即完した。また、バンドキャンプが、新型コロナウイルス感染拡大を受けて危機に立たされるアーティストを支援するために始めた、毎月第1金曜日に行う、アーティスト還元デーバンドキャンプフライデーに合わせ、8月以降、 毎月第1金曜日にバンドキャンプアーカイブと称して廃盤であった過去作や蔵出シレア音源をデジタルフォーマットでリリース。10月7日、ノーのバイナルと CD がそれぞれ700枚限定でリリースされることがアナウンスされ、同日予約開始した。10月20日にリラックスからボリス・ウィズ・メルツバウ名義で 2R0i2P0 を予約販売開始、 11月13日には、サードマンレコーズから1ショートトンシングルのアブセルごゴとファーストアルバムアンプリファイアー・ワーシップがバンドの手によって初めてリマスターされ、バイナルと CD でリーシューされた。アルバムごとに大きく音楽性が異なるのが特徴の一つ。メンバーのアツオは、バンドのキーワードはヘビだと語る一方で表面的なものに限らず、 ヘビーのあり方にもいろいろあると述べている。従来はヘビーな作品では大文字ボレス、実験的な作品では小文字ボリスと名義を使い分け、近年ではその双方を盛り込んだ形態としてボリス名義で活動している。また同名のアルバムでも国内版と海外版によって意図的に内容が異なっていたり、ヘビーロックスというタイトルの作品が2つあるなど、 リスナーを混乱させるものがある。曲によって使われるチューニングは様々でダウンチューニングや変速チューニングの曲が少なくない。ギタリストの綿は曲によってピックの代わりにイーボーを用いることで独特の音を出している。また、たけしはライブにおいてベースとギターが一体となったダブルネックギターを使用することで2つのパートを演奏し分けている。スタジオにおいては オープンリールによるアナログレコーディングを中心に行っていたが、まぶたの裏、ピンクキー以降はデジタルレコーディングが中心である。スマイルキーまではアナログテープを併用していた。作曲方法は、ジャムセッションやインプロビゼーションをひたすら録音する形で行われ、A メロ、B メロ、サビというような J ポップ、J ロックの構造にのっとった曲の作り方や、曲を書くという作り方をしない。 アースからの影響を抗原している。アツオは、メルビンズ、ワタは60年代のサイケや、ハードロック、ピンクフロイド、タケシは、パンクハードコアメタルスラッシュ、ニューロマンティックや、ニューウェーブから影響を受けている。アツオワタ、ありがとうございます。